こんにちは、堀内健在です。今回のテーマはサーモス X の引き違い窓です。サーモス X というのはですね、リクシルというメーカーが作っているアルミと樹脂の複合窓のシリーズなんですが、サーモスというのはシリーズでして、いくつも種類があります。その中でもサーモス X はシリーズ最高峰の性能を持った窓です。で、室外がアルミ、室内側が樹脂の素材で基本的に作られています。なぜ2つを使い分けているかというと、アルミというのは耐光性、耐久性には優れています。デザイン性にも優れていると思います。ですが、熱という観点から見ると、熱を伝えやすいという、弱点がありますので、それを補うべく室内側は樹脂で、作っているというのがアルミと樹脂を複合している理由です。樹脂は、断熱性に優れた素材ですので、これを室内側に使うということは結露を少なくしたり、あるいは窓の断熱性能を引き上げたりするということに非常に効果的です。で、今の言った理由からアルミと樹脂を複合して作っているんですけれども、このサーモス X、先ほど述べた通りサーモスシリーズの中、あるいは各社メーカー、様々なところでアルミと樹脂の複合窓というのを作っていますけれども、各メーカー見渡しても最高クラスの断熱性能を備えています。例えば縦滑り出し窓 TF、縦滑り出しとフィックスの、連想ですね。こちら16513という、サイズ、トリプルガラスクリプトンガス入りというもので見たときに、こちらにある通り熱貫流率、これは断熱性能を表す値ですが、 1.03 ワットパー平米ケルビンという数値です。アルミと樹脂の複合窓の中ではとても優れた数値です。このようなですね、非常にアルミと樹脂を複合した窓の中で最高の性能を持つサーモス X なわけなんですけども、今回はまあこの中でもですね、特に引き違い窓についてちょっと簡単にお話をしておこうと思います。まあ、なぜ引き違い窓かと言いますと、引き違い窓自体はですね、なんて言うんでしょうか、比較的こう差別化がしにくいもので、あまりこう特殊な機能を備えているわけではないんですが、日本の住宅を考える上でですね、皆さんの採用されている率が非常に高い窓の一つではあります。ですので、引き違い窓についてサーモス X をちょっと見ていきたいと思っています。サーモス X の、ちょっとサンプルを見ていただきたいと思うんですけど、このようになっております。これが引き違い窓のサンプルですね。まあサーモス X 断熱性と防漏性を高める工夫というふうに書いてありますね。まあ、正直ただそうは言ってもですね、パッと見引き違い窓ですんで、そんなに取り立てて見た瞬間に分かる工夫とかってなかなかないんですけど、その中でもサーモス X についてはこれはちょっと言っておきたいという特徴がありますので、それをお伝えしたいと思います。ちなみにこれは内観が、樹脂できてるんですが、プレシャスホワイトという色、これ外側がこれアルミの素材できているんですが、シャイングレーという色です。ちょっと一回置きます。で、特徴なんですけども、サーモスシリーズの特徴、これフレームがスリムだということですね。ガラスの面積を大きくしてフレーム面積を小さくするということを、フレームがスリムになることによって、行っています。なぜフレームをスリムにする必要があるかと言いますと、それはデザインの面から言ってもスリムであることということにメリットはあると思うんですが、実は、窓を考える上で窓ガラスガラスの部分と枠の部分というのは本来別素材ですから、それぞれ熱の伝わり方が違うわけです。で、現代のですね、窓ガラスについては性能が高まっていますので、基本的に、窓のガラス部分と外の、まあ、サッシというかその枠の部分ですかの、でという2つで見たときにはですね、基本的に窓ガラスの方が性能が今高いです。熱を伝えにくくなっています。ですので、フレーム、ガラスを覆
を支えているフレーの部分を小さくスリムにすることでガラスの面積が大きくなります。で、それにことによって熱、ガラスの方が熱を伝えにくいと今私申し上げましたけども、そういう性能を持っていますので、ガラスを大きくすることで断熱性を高める工夫をしているわけです。あとこのフレームイン構造ですね、フレームがスリムというのも関わってくるんですけど、フレームを窓枠に隠すということをしています。で、これによって、引き違い窓がすごくすっきりと、下窓辺に、してくれるという効果があるわけです。実際じゃあまたちょっと現物を出して見てみたいと思います。はい、ですね、フレームがスリムというのはまあここのことなんですけど、まあ実際申し訳ないんですが、この小さいカットサンプルではフレームがスリムかどうかはちょっと分かりにくいです。なのでまた、他の機会に現物の窓をお見せしたいと思いますが、ちょっと今回はこちらで、ご容赦ください。それでですね、フレームイン構造と先ほど私述べましたけれども、っていうのはですね、普通窓というのは引き違い窓の場合、ここが窓枠になるわけなんですけど、窓枠の内側にこのように障子のかまちがこう見えるはずなんですね、普通のは、あの窓だと、ですがサーモセックスの場合ですね、このかまちが一番こう始まり閉まった時にこの窓枠の中に隠れます。ここの面がここに合ってくるわけです。ガラスがだから窓枠いっぱいまで来るんですね。このことによってかまちが本来こういう風に見えてるんですけど、こうなることでガラスが目いっぱいですから、かまちを隠しているということは、非常にこう、例えば中から見た時なんかも窓枠の存在感を消して、窓枠じゃないですね、すいません、あのかまちの存在感を消して、すごくこう意匠性、デザインを高めているということが言えると思います。なかなかこれ言われないと気づかないですけど、まあ結構これメーカーとしてはかなりこだわった部分だと思います。はい、ですね、こうなんですけどね、これがここにあることによって非常にスッキリとしていますね。はい、皆様にサンプルを、見ていただきました。少し伝わり部分にくい部分があったかと思います。サーモス X についてはですね、最初に述べた通りアルミと樹脂複合窓のっていう区分でいきますと最高クラスの性能を持っています。ですのでアルミと樹脂複合窓を使いたいっていうお客様がいらっしゃいましたら、こちらのサーモス X というのは非常に良い選択肢になるのではないかと思います。それではサーモス X 引き違い窓の説明を終わります。